はいススリリープリークスの水谷です。今回はセラムのオシレーター部分についてご説明いたしますまずはこちらのコマドの中からさまざまな波形を選択することができますプリセット同様こちらの左右の矢印で一つずつ順番に変えてあげることもできますいい音ですね 波形選択コマドの下にチューニングがついていて、オクターブで上下4オクターブまで変えられ。セミトーンで半音単位で上下1オクターブ。ファインで100分の1半音単位。そして一番右にあるコース。これは便利です。 例えば、徐々にピッチを上げたいな、なんて時は、オクターブだとなんか、カクカクして4オクターブまで、セミトーンだとこちらもカクカクして1オクターブまで、ファインだと滑らかなのですが、1半音まで、しかしコースだと あらら,素晴らしいですね。滑らかに上下6オクターブ変えられちゃいます。盛り上がりパートで使いたくなりますね。続いてこちらのユニゾーン。通常こちらは1になっているのですが、上下にトラックすることによって発音数を増やして隣のデチューンでチューニングを変えてあげることができます。デチューンがかかりつつ、両サイドにも広がっている感じですね。 ブレンドで増やした発音のサイドと真ん中のバランスを調節できます。黄色い部分と緑の部分ですね。このデチューンのレンジですが、デフォルトでは二半音になっています。どこで見るのかというと、こちらのグローバルの中にあるユニゾンのレンジ。こちらですね。左側が押し入れた A で、右側が押し入れた B になります。このレンジ、4オクターブまで変えることができます。ということは、レンジを12。 1>, 1オクターブにして、ユニゾンを3にして、ブレンドで同じくらいに設定。この状態でデチューンを動かすと、真ん中から両サイドに向けてオクターブ違いの音が広がる感じがして面白いですね。続いてフェイズとランダム。こちらは波形を変えてご説明いたします。アナログのベーシックシェイプス。サイン波ですね。 フェイズで波形のどこから発音しますかランダムでフェイズで決めた位置からどのくらいの範囲内をランダムで発音させますかというのを決めます。実際に音を出しながら聞いてみましょう。だいぶ違いますね。続いてランダム。 発音するたびにすごい変わりますね。ベースなど毎回バシッと同じ発音をしてほしいときには、ランダムは左いっぱいに回して、フェーズで発音位置を調節するといいですね。続いてこちらのワープ。今度は波形をアナログの4088にしてみます。こちらのワープ、通常はオフになっているのですが、クリックするとメニューが出てきて、シンクやベンド、FM などを使ってサウンドに劇的な変化を与えます。例えばシンク。 こちらのノブでかかり具合を調節します。ギャンギャンしながらどんどん高音になっていきましたね。FMFromB を選択した場合は、押し出れた B の波形が A の波形に影響を与えるので、B をオンにしないといけません。B のレベルは0でも大丈夫です。いい感じの FM サウンドになりましたね。 そして、肝心要のウェーブテーブルポジション。実際に音を聞いてみましょう。こちらも劇的に変化しますね。ということは、隣のワープと同じではと、お思いかもしれませんが、実は全く違います。波形をクリックすると、あら、3D になりましたね。動かしてみると、この黄色い部分が現在鳴っている波形です。 もっと詳しく見ていきましょう。こちらのペンマークをクリックするとエディター画面が出てきます。下の部分ですね。これらの波形の集まりによってウェーブテーブルは構成されているということなんです。デフォルトの波形だとウェーブテーブルポジションを動かしても音は変わりません。なぜかというと波形が一つしかないからなんですね。では波形を増やしてオリジナルなウェーブテーブルを作っちゃいましょう。簡単です。 まず、このプラスボタンで赤く選択されたものが赤く選択されたものの隣にコピーされます。次に上の波形画面でドラッグするだけ。左にあるツールで形も変えられます。もっと細かくいじりたいな、なんて時はこちらをドラッグすることで縦マス、横マスのグリッドを変更できます。 ででですねままたたププララススボボタタンン増増ややししししてて少少変変ええるるこうやって増やしていくんですね。こちらのプラスボタン、赤く選択されたものが赤く選択されたものの隣にコピーされるのがポイントで、例えば一番左の波形を選択してからプラスボタンを押すと、その隣にコピーされたものが差し込まれます。作った波形を他のところにコピーしたいな、なんて時は、 コピー元を選択してから上のコピー。そしてコピー先を選択してペースト。これも簡単ですね。それでは左上のバツ印を押してエディター画面を終了させ、ウェーブテーブルを動かしてみましょう。なんか滑らかに変化しませんね。そう、一手間加えます。と言っても簡単です。 もう一度エディター画面を出して、こちらの毛布で滑らかに波形をつなげます。毛布の種類もいろいろあるのですが、一番上が推奨されているデフォルトのものです。それを選択してもう一度ウェーブテーブルを動かしてみましょう。滑らかになりましたね。というか簡単です。もう一度エディター画面を見てみましょう。 先ほどはこちらの下の部分で波形を作ったのですが、実は上の部分、FFT エリアと言いますが、こちらでも可能です。やり方は波形を選択してから、上に持っていきますよ的な矢印をクリック。するとこのような縦棒がたくさん出てきます。一見意味わからない感じですが、実は簡単。どこでも良いので右クリックでクリアオール。すると何の波形もなくなっちゃいます。この状態で一番左を上にドラッグしてみましょう。 サイン波になりましたね。そう。一番左が気温と呼ばれているもので、右に行くにつれて高い倍音になります。続いて FFT エリアの下の部分。こちらは上で出ている倍音の位相のオフセット。すなわち位相をずらします。 あくまで上があっての下ですので関係ないところで上げても変化しません。FFT エリアはドラッグするだけで書けますので比較的簡単に音作りができるかもしれませんね。最後にもう一つ。このセラム、好きなオーディオ素材をオシレーターとして使用することができます。こんなドラムループを入れてみましょう。ドラッグドロップするだけです。 通常、シンセに他のオーディオを取り組む場合、サンプリング的な要素が強く、元々の原型をとどめている場合が多いのですが、セラムの場合は一味違っていて、元々を解析してウェーブテーブルに取り組みますので、サンプルによっては元々の原型をとどめません。解析の仕方もオーディオファイルを波形の画面に持っていくと、インポート系が3つと FFT 系が4つ。上からシンプルなサウンド向け。次に複雑なサウンド向け。 その下はシンセのワンショットなど向け。下の4つはドラムやおしゃべりなど不鮮明なもの向けとなってます。選択が難しい場合は上から3番目から試すのが推奨されています。が、必ずしもそうしないと逮捕しちゃうぞということではないので、とりあえず全部入れて試してみるのも面白いと思います。今回は FFT2048 に入れてみましょう。はい、このようにウェーブテーブルにマッピングされました。 ひとまずエディター画面の毛布で滑らかにつながるようにしましょう。では、どんなサウンドになっているか。すごいですね。原型がない。ユニゾンを増やしてデチューンをかけて。 ワープをシンクにして、エンベロープ2番をウェーブテーブルポジションとワープにかけて、アタックを遅く。最後に FX で凍らす、ディレイ、リバーブをかけちゃえば、非常に面白いパッドの完成です。いやー、セラムすごいですね。楽しすぎです。今日から眠れない日々が続きそうです。 ということで、今回はここまで。次回は LFO、モジュレーション、マトリックスについてご説明いたします。ありがとうございました。スリープフリークスでは、より多くの視聴者の皆様に楽しんでいただけるようなコンテンツ作りを心がけております。こんな動画があると嬉しい。こんな企画を開催してほしい。この商品を紹介してほしいなど、皆様の貴重なご意見をお聞かせください。弊社ウェブサイトにご意見ボックスをご用意しておりますので、 こちららのリンクからアクかアセスをお願いいたしますなおプライバシーは弊社が責任を持ってお守りいたしますのでご安心ください。今後ともよろしくお願いいたします。